ラダム学教務所からも始めさせていただきます。質問される際には社名、会社名とお名前をおっしゃってからご発言をお願いいたします。それでは質問をよろしくお願いします。読売新聞の林です。よろしくお願いします。ちょうど今、サッカー長官から、理解演説をもらったばかりですけれども、現在、理解演説のことをどのように受け止めていらっしゃるか、率直な感想をお願いします。想定通りの内容であったし、昨日も梶山大臣から伺っていた話を、詳しく説明していただいたということであります。今日の中でも触れておりますけれども、現段階で政府の気候変動問題ですね、こうして原子力発電、脱炭素連携に対する原子力重要な問題について考えているところですけれども、そういった政府の方針についての何か現段階の見解というのはございますでしょうか。政府が、決められた計画を実行するために、それにプラスで働く、原子力発電を推進したいという、そういう立場はよく分かりますけれども、政府が決められたことなので、政府の都合ですねということにしか、島根県民としてはならないんじゃないかと。我々としては、ベースロード提言、我が国の、国民の生活、具体的には島根県民から見ると、中国電力の中国地方管内、島根県を含めたそのエリアでの、ベースロード電源として、我々の生活や事業者の皆さんの事業の基礎になる欠かせない電源構成の一つであるということの方が、ピンとくる話だなというふうには思いましたけど、これは人によって受け止めが違うと思います。あくまでそういう政府の方針は政府の方針として、知事としては安全性とかいうことの説明はちゃんと伺っていきたいと思います。ベースロード電源という電力供給上の必要性に加えて、昨年の10月に政府が決められた方針を、付加されているというふうに、受け止めてますけれども、後者の方は政府のご都合でしょうということで、それが追加されたから、安全性に対するそのハードルが県民の皆さんからすると落ちるわけではないだろうし、再稼働の必要性について、そういう観点も含めて、必要性を感じるという県民の皆さんもおられるかもしれません。そういう意味では、安全性について影響を与えることからではなくて、再稼働の必要性ということの中で、県民の皆さんがそういうことに島根県としても協力してはいけないとか、立地周辺自治体の住民の皆さんがそういうふうに思われるかどうかということは、政府側がそういう説明をされてどういうふうに県民の皆さんに響くのかということじゃないかと思います。ありがとうございます。朝日新聞の清水です。先ほどの会談の中で、地元の理解が前提であるかということについて、改めて確認して念押しをされておりました。資源エネルギー庁の長官の方からも、当然前提であるというような回答がありましたけれども、改めてその地元の理解という点に絞って、政府の進め方はどのような点を求めるかということについてご説明をお願いします。そういう地元の理解は大前提だということについては、当然のことだと思います。改めて、確認をさせてもらいましたけれども、法律上はですね、
原子炉に関する法規制としては、まあ、まとめられてないわけ、許可を得れば、まあ、再稼働できるというのが事業者とその規制官庁とであるその原子力規制委員会との間の法律関係なので、それと別途電力事業者のこの原子力発電所を立地させた際に地元と結んだ約束という、これは、まあ、ある意味その法規制というよりは地元との間の協定、それをきちんと考慮して、その政府としては進めていくというふうな、まあ、位置づけだと思っていまして、そこをちゃんと法規制外だから知らないよということじゃないということは、もう一回確認をさせていただいたと思います。まあまあ、そういうことですので、まあ、安全性、再稼働の必要性、そして避難対策、いずれも、まあ、国の説明が前提となりますので、ここに対する説明をきちんとしていただくということが、県民の皆さんがどういうふうに思われるかということのスタート、どう評価するかということのスタートですし、それが、まあ、県議会の判断ですとか、反対票の判断ですとかに影響を与える。現職の専門家である現職安全顧問に対しても説明してもらうことになりますから、まあ、そういったことを県側、県の関係者、県まあ、島根県側でのそういういろんな立場の関係者が受け止められた意見を私は伺うというふうにお約束してますので、まあ、そういった方々に対して、再稼働を進めたいという立場であれば、そういう理解を得られるような分かりやすい丁寧な説明をしていただくということが必要ではないかと。まだこっちが再稼働を進める立場ではないので、再稼働を進めたいというふうに思われるのであれば、きちんと説明を、分かりやすい説明を丁寧にされるべきではないかということを申し上げて、繰り返し申し上げております。分かりました。以上で終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。